跡の贈り物。今夜はクリスマスイブ。街には楽しそうなクリスマスソングが流れ、通りやお店はイルミネーションで明るく輝いています。まるでこの街全体が美しく飾り立てられたクリスマスツリーやクリスマスのギフトのようです。デパートのショーウィンドウの中のサンタクロースを見ながら、道行く人々の顔は喜びにあふれています。そんな街のにぎわいを避けるようにうつむいて通り過ぎる一人の女の人がいました。クリスマスなんて大嫌い。こんな日もこんな生活ももうたくさん。そうつぶやきながら、その人は一段と冷え込んで、雪の気配のする中をとぼとぼ歩いて、町外れにある公園の近くの家に着きました。そして、自分の部屋にある小さなおもちゃのクリスマスツリーを見つめて、深いため息をつきました。私、クリスマスって好きじゃない。プレゼントとか家族とか恋人とか。そう、サンタクロースだって嘘っぱちだし。窓の外には木々が暗いシルエットを作り、空を見上げると、いつの間にか雪が降り始めています。女の人は、何気なくつぶやきました。サンタクロース、本当にいるのなら。でも、そんな自分に気がつくと、彼女はさっとカーテンを閉めてしまいました。まるで自分の心を閉ざすかのように。雪は、しんしんしんと降り続き、通りも公園も家々も少しずつ白い雪に覆われていきます。女の人は疲れ切ってベッドに横になりました。そして夜中を過ぎようとした時、どこからかシャンシャンシャン、リンリンリンとリズミカルな鈴の音が聞こえてきます。そして突然、窓の外がほーっと明るくなりました。なんだろうとカーテンを開けてみると、なんとソリに乗った白髪のおじいさんが窓の外にいるではありませんか。女の人は驚いて思わず叫びました。嘘でしょ。恐る恐る窓を開けてよーく見ると、まさしくその人はサンタクロース。あなたは本物のサンタクロース？ほっほっほっ。そうだよ。私がご存知、サンタクロースだ。
と笑顔で答えるのでした。君かな。クリスマスが嫌いでサンタクロースなどいないって思っているけしからん人は。彼女は目を丸くして口も聞けませんでした。しかしだね、実はそんな人のためにこそクリスマスはあるし、私だっているんだよ。信じる心をなくし暗い気持ちでいる人、寂しい心を抱いている人こそ私を最も必要としている。そうだろう。さあ、今の君にぴったりのプレゼントをあげよう。そう言うと袋の中から小さなギフトを取り出し彼女に手渡しました。女の人は遠慮がちに手を伸ばしそれを受け取りました。その箱はとてもきれいにラッピングされています。ありがとう、サンタさん、ありがとう。女の人は戸惑いながらも胸弾ませて言いました。サンタクロースはいたずらっぽく片目をつむって微笑み、そして大きな声でメリークリスマスと叫ぶと、再びシャンシャンシャン、リンリンリンと鈴の音鳴らしながら去っていきました。夢見心地の女の人はその姿が見えなくなるまでいつまでも窓辺に立ち尽くしていました。女の人は火が消えかかった暖炉に新たに薪をくべました。パチパチと勢いよく燃え出した薪の炎に照らされながら、ゆっくりとプレゼントのリボンを解いていきます。そして、箱の蓋をそっと開けると、美しい銀製の手鏡が入っていました。きれい。しかし、その人は、その手鏡に自分を映したくありませんでした。自分の顔なんて見たくないわ。そうつぶやいて、再び手鏡を箱に戻そうとしたとき、見なさい。恐れずに。目をそらしてはいけません。という声が響いてきました。女の人は思わず周りを見回しましたが、もちろん誰もいません。その声は有無を言わさない感じです。今の自分をきちんと見つめなさい。女の人はしぶしぶ手鏡を覗き込みました。そこには疲れ切った暗い顔が映っています。そう、これが今の私。決まりきった毎日。感動なく、ただ日々を過ごす私。未来に希望も持てず、でも不安と恐れでいっぱいの私。すると、再び声が聞こえてきました。裏を見てごらん。裏？この手鏡の？そこでくるりと回して覗き込むと、そこには穏やかな感じの女性が微笑みを浮かべて映っていました。優しそうな人、誰かしら。女の人はその人に懐かしさと親しみを感じ、何気なくもう一度手鏡をくるりと回すと、今度はまた暗い表情の自分が映りました。もしかして、と
手鏡をくるりくるりと回すと、二つの顔が重なり、美しい表情になったり、暗い表情になったり。女の人はすっかり驚いて、鏡を投げ出してしまいました。すると、また声が聞こえました。よく見なさい。恐れずに。この手鏡には真実が映る。あなたが求めているものが映る。そこで、再び手鏡を拾い上げ、しげしげと両面を見てみました。そこに映っているのは、自分自身でした。明るい私、暗い私、元気な私、疲れた私、希望にあふれた私、諦めきった私。どちらが本当の私だろう。すると、もちろん、本来のあなたは、明るく爽やかで、笑顔が素敵な人だ。しかし、あなたはどんな自分でも選べる。どんな生活も、どんな人生も選ぶことができる。そして、あなたは今のような自分、今のような生活と人生を選んだ。そして、それに飽き飽きしている。そんな、私は好きでこんな人生を送っているのじゃない。でも、もしかして、そうかもしれない。女の人はいつからか自分で今のような生き方を選んでいたのです。社会に出て、様々なことを経験するうちに、人生に疲れ、夢や憧れの心を失い、ただ追いかけられるように日々を過ごしてきたことに気づいた瞬間、女の人の胸に思わず熱いものが込み上げてきました。そして、突然、号泣しました。今までの怒りや悲しみや後悔の思いが次々と込み上げ、涙となってほとばしり出ていくのです。長い年月の間に、女の人のうちにたまりにたまったわだかまりが、咳を切ったように溢れ出し、声を上げて、いつまでも泣き続けました。そして、泣き疲れた女の人はいつの間にか眠りに落ちていきました。どこからかかすかな声が聞こえてきます。おやすみなさい。これでいいんだ。これで。明日、あなたは今までとは違う人になる。いや、本当の自分になる。そして、清められた夜が明け、東の空がほんのりと明るくなっていきます。太陽が地平線の向こうに姿を現し、新しい一日が始まります。窓から注ぎ込む明るい光の中で、安らかに眠っていた女の人は、ふとまぶたを開け、大きく息を吸い込み、そして、ゆっくりと起き上がりました。こんな爽やかな目覚めは、本当に久しぶり。外は、眩しいような銀世界です。窓辺に走り寄って、カーテンを開けると、雪！女の人は、思わず声を上げました。なんて綺麗な雪景色！
なぜか心弾みます。ふと見ると床に手鏡が落ちています。誰のだろう。そう思って拾い上げて中を覗き込みました。するとそこには穏やかな顔が映っています。そうだ、ゆうべサンタクロースが来たんだわ。そしてこの手鏡をプレゼントしてくれたんだ。手鏡には穏やかな自分の顔が映っています。女の人はしみじみと手鏡を見つめつぶやきました。ありがとうサンタさん、私生まれ変わるわ。なんだかやっと本当の自分に出会えたような気がするわ。生活も仕事も人間関係も経済状態もまだ何も昨日と変わったわけではありません。しかしそれらはすべて変わるでしょう。なぜって女の人そのものが変わったのですから。奇跡の贈り物は本当は誰にでも与えられるのです。それを受け取る心の準備ができた人には。